大民歴は中国歴の一つで南朝宋・聖の蘇中氏によって編纂された大陰太陽歴の歴法。南朝宋の大民6年に完成し、その死後南朝張りによって官歴に採用され、南朝張りの天寒9年から南朝鎮の末年、佐明治3年までの80年間、使用された。蘇中氏は、 従来の19年7巡月の商法では200年に1日の遅れが出るとして、これを改め、391年に144のウルーズキを置く、破商法を採用した。これにより、1対応年を365プラス9589、39491日、1作防月を29プラス2090、3939 39日とした。 これは、南宋の軽減5年に施行された、当天略以前としては最も正確な数値であった。中国では、東真の間は5年に、武器が再差を発見していたが、大民歴によって再差が、暦の計算に導入された。ただし、45年11ヶ月に一度、当時点が動くと考えており、その数値は、過大なものだった。初めて天月の日数を求めて、 暦に導入した。一高天月を27.21223日とし、そ中氏は、これに基づいて、現下13年から大明3年に4度現れた、月食の時刻を推算し、実際の観測データと合致していることが確かめられた。ありがとうございます。